パウロ・ジョルジュ・ダ・シルバ・ドス・サントスは、ポルトガル・リスボン県、オディベラス出身の元同国代表のサッカー選手。ポジションはゴールキーパー。サントスは、11歳の時に、スポルティング・クルーベでポルトガルの下部組織でキャリアを始めた。1993から94シーズンに、SL ベンフィカがリーグ優勝した年に在籍していたが、出場試合は、最終節残り1分での出場のみ。また、これがスーペルリーガでの初出場だった。その後に移籍した CF エストレイラ・アマドーラと FC アルベルカで正 GK として活躍したことにより FC ポルトへ移籍することになった。ポルトではオクタビオ・マシャド監督とジョゼ・モーリーニョ監督の下でプレーするもビトール・バイーアやセルゲイ・オフチニコフの後陣を廃止8試合の出場にとどまった。2005年、前年にローンで在籍した SC ブラガへ完全移籍で加入。リーグ戦を4位でフィニッシュした2005から06シーズンはベンフィカの伝説的 GK、マヌエル・ベントが残した無失点記録にまであと40分と迫ったところで同僚のアンドレス・マドリードのオウンゴールで595分ぶりに失点してしまった。また、それまでの失点は UEFA カップのレッドスター・ベオグラードにアウェーでゴールされ、2年連続で1回戦敗退が決定した試合のみだった。2007から08シーズンは、怪我と契約の問題から12試合と減少し、シーズン終了後に放出された。2008から09シーズンの途中にサントスは、シーズン終了までの契約で3部のオディベラス FC で加入。7月に2部の GD エストリルプラヤと契約し、レギュラーとして2部残留に貢献した。2010年7月、38歳になったサントスは、トルコへ去った、正 GK、カルロス・フェルナンデスの後釜として、トップカテゴリーに属するリオアベ FC へ加入した。2005年11月16日、ベルファストで行われ1-1と引き分けた北アイルランド戦で、ポルトガル代表初キャップを記録。負傷により辞退したブルーノ・バーレの代役として2006FIFA ワールドカップのメンバー入りを果たした。ラスオパラ、パウロ・サントス・リシンダー・コムジャスタ・コーザ、ハット・サントス・スティキング・ウィズ・ブラガ・ハット・パウロ・サントス、テン・ホエー、メスマ・オンターデ・デ・ベンセル・ポルトガル、パウロ・サントスを初招集、スカラリー・ターンズ2、パウロ・サントス。ありがとうございます。